タレントの内山信二41が16日放送のポカポカフジテレビ系に出演。タイのゴムの木投資の詐欺に遭ったことを明かした。内山が20代の頃に仲の良かった社長と銀座の高級クラブで飲んでいた時に、昔から内山のファンという男性 A 氏から声をかけられ一緒に飲むことになった。内山によると A さんはとても聞き上手だった。会って30分ぐらいだったんですけど、気づいたら家の住所、預金残高を話していたと驚きの会話力だったという。意気投合したこともあり、食事をする関係とな、だが、A 氏は職業について教えてくれなかった。A 氏が高級車、ロールスロイスに乗っていたこともあり、痺れを切らした内山が、いい加減に何をしているか教えてくださいと懇願。すると、A 氏は、投資をしてるんだ。内山くんだから教えるけど、ゴムの木を知ってるか。投資をすると、だいたい10倍ぐらいになると、投資話を持ちかけられ、内山は即契約。契約後、1ヶ月ごとに、タイの山の写真が送られてきたが、しばらくして、A 氏と連絡が取れなくなった。おかしいと思った内山はタイに行き、現地の人から違う人、物が所有していると教えられ、詐欺だったことが判明。内山が100万円、仲の良かった社長は1000万円の被害をかぶり、警察に被害届を出したが、捕まることもなく、どこにいるかもわかりませんと話した。MC でお笑いコンビ、ハライチの澤部佑から、勉強して、その後は、投資詐欺に遭ってないですか、と問われると、内山は、その後、カニ漁船、詐欺に引っかかってると話し、笑いを誘っていた。